はい、どうも横浜映画サロンの藤森です。本日もお越しいただきましてありがとうございます。さあ今日はね、布石講座ということで、まあ、観音開きにどのように打つかということでね、やっていきたいと思います。観音開きっていうのはね、名前かっこいいんですけども、真っ白のこのような形ですね。名前かっこいいんですけど、実はあまり良くない形なんですね。悪い形、まあ、星からですね、こう、まあ、特に締まりがないような状態でこう広い2箇所とも開いてるよというような形ですね。これが例えばですね、まあ、多少位置が違くてもそのように言います。例えばこれがこんな形とかね、まあ、こういうような形とかでも観音開きという言い方をしますね。まあ、イメージとしては星から2軒以上、1個2軒以上の形がですね、まあ2箇所開いてるような形ですね。はい、なのでこういう締まりがあれば、あの観音開きとは言わないんですけど、まあこういったいろんな形があるんですが、観音開きに対してどのように打つかということでやっていきたいと思います。はい、非常にねよくできるんで、こういう、模様のね荒らし方っていうのを知っておくと非常に実践で使いやすいかなと思います。はい、まあ名前を聞いただけでね、なんとなくわかるなって方はこの後はね、見ないで次の別の動画ね見ていただければと思います。実は有名なんですね。はい、観音開きにはですね、急所はですね、正解はね、こちらの3、あ、ごめんなさい、三々がね非常にいいとこになります。こちらですね、はい、三々が急所の一手ということになります。まあ、かかりなんかを打ちますとですね、まあ一般的にはかかりいい位置なんですけど、この場合はですね、こちらの星に白ありますから、まあ、コスミツケからですね非常に攻められてしまうんですね。はい、でこの後ね、どのように攻めるか、まあ、白の立場ですけども、まあ、攻め方がちょっとよく分かんないなって人はね、それ以前にマスターしておきたい形ということでね、やっておりますので、それ概要欄にねリンクの方も貼っておきます。ということで今回はなのでね、こちらの急所に打つのがいいよということで、この手を中心にねやっていきたいと思います。はい、これに対してですね、まあ定石はまあこの場合どっちを押さえても一緒なんで、例えばこんな風にやりますと、はい、まあこのようにね、昔からもうこれは一番最初に覚えてもいいかなっていうぐらいね、よくできる三々定石という形になります。で跳ねて繋いでこのようになりますね。でこれで定石以上ということになるんですけども、ここまでの手順はね、ぜひ、しっかりとね覚えておきたい形になります。はい、これで黒はね先手で、まあ、隅をこれだけね地にしました。で、まあ、白も当然この辺の模様大きいと思うんですけど、黒はただね先手でこれだけ作りましたんで、でこの白の位置とかね、がややちょっと近すぎるかなと、まあ、下裾も空いてるのにあまり働きがないかなということなので、黒としてはこれでもう十分と覚えておいてください。で、まあ、後で布石がねこう進んでいく段階で、この辺の模様をね少し意識して消していくような手も途中で出てくるかなと思いますね。あまり放っとくとブワーッと真ん中全部とかっていうのもねなっちゃいますんで、そこだけはねちょっともちろんこの後気をつけなければいけないんですけども、はい、これで黒が成功と言えます。はい、なのでまあ白としてもですね、ここで何か少し変化する手ももちろん考えてくるとは思います。まあ一番多いのは二段バネとかですかね。はい、二段バネですけど、これにもね、2パターンありますね。切って取るのが一番王道的なパターンですね。で、当てて取って、まあこう打たれるとここの2つは取られてしまうんですけども、逃げてもねこんな風に打ってこう来てもこれでね取られてしまうんですが、まあただ黒としてもですね、このように押しておきまして、隅取られるんですが、ここで非常にねポン抜きといったいい形作りまして、この1個をねここから攻めの対象にすることもできるんで、まあ、これも黒としては十分ですよということになります。はい、ということでね、やはり、まあ、弱点になっちゃうんですね、三々が観音開きは。であとは、まあ、もしねこっち側可変方向をね荒らしたいよっていう時はこんな打ち方もありますね。跳ねて押さえて切って、はい、でそれから白もつなぐぐらいですから当たりしまして、で今度はですねこちら側を、まあ白はこうとか、まあ取るとかね、どっちがいいか難しいところなんですけど、まあこれで隅が取られてしまうんですね。ですけども何か今度は、こちらに下辺にポン抜きができましたから、まあこれ局面に応じてですけど、こうとかねこうとかなんとなく打っといて、この1個を今度は攻めの対象にしつつ下辺を荒らすよというような形になります。はい、ですので、まあどのように来られても十分に裁くことができるのがやはり三々ですね。まあ盤上でこれ一番行きやすい地点と覚えていただいてもいいです。囲碁ではね三々に打つと非常に行きやすいということになります。はい、で他の場合もちょっとだけ見てみましょうか。はい、例えばこんな形もね、観音開きというような形になりますね。やっぱね星も打って2回も外に打っているのにもかかわらず、まだ隅がね全然地じゃないよということなんで、やはりこれも三々が嫌な形になるわけですね。はい、でまあこちらから押さえ、まあ少しでも白としては広い方からね押さえたいんで、1、2、3個空いてますよね。
でこっち2個ですから、ましらこっちが一般的ですね。はい、基本的には3-3入られたら、隣の石との距離が広い方から押さえます。はい、で、この場合はこのようになりますが、ただね、この場合はこう来まして、で今度はこちらに跳ね継ぎましてね、まあ、例えばこんな風になりましたら、これも黒がもう大いに成功と思ってください。はい、これ白は非常に辛い形ですね。まあ覗きも1回効きますし、まあこれね、厚くはなるんですけど、この位置が非常にね、この壁に対してこの1桂までしか開けていないということなんで、これかなり辛いんですね。なので、三々に入ってこの形になればもうね、あ、ここ大きくなりそうって思っちゃダメです。隅先手でこれだけ地を取って、ここを取ることができましたから、白と黒としては大成功ということですね。はい、ということで、まあ、二間開き以上がね2つできる、この構えがまずあんまり良くないよっていうのはね、自分が打たないように知っておくこと、それで相手がもし来た場合には、三三が急所だよ、し三三に入って生きてしまって十分だという感覚をね、覚えていただければいいのかなというふうに思います。はい、ということで今回は観音開きへの対策でした。はい、本日もご視聴いただきましてありがとうございます。毎日いろんな動画上げておりますので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。ありがとうございました。どうもー。